は1962年にボストンのバークリースクール、そこでレコーディングバンドっていうのがありまして、ハープハムロイで毎日ビッグバンドとかジャズワークショップやったんですが、その後日本に65年に帰ってから、僕も日本人のミュージシャンたちとビッグバンドの練習を始めまして、今夜一緒に演奏してもらうミュージシャンたちは20年ぐらい前から一緒にもらっています。ビッグバンドの仕事っていうのはそんなにあるわけじゃなくて、本当に数年おきにチャンスが巡ってくるわけですね。普段はやっぱりスモールグループで演奏活動が一番多いわけですが、今回みたいに特別グループでビッグバンドが演奏できるっていうのは本当に久しぶりで、僕自身楽しみにしてます。僕自身8ヶ月ぶりぐらいのステージなんですよね。ですからミュージシャンたちもここで一緒にやるのが楽しみで、早くリハーサルにも来てますし、ですから本当に演奏できることが喜びでということですね。
本当に思いいっぱいのステージを聴いていただくということですから、楽しんでいただけたらと思います。